はい、皆さんこんばんは。今回は何かし言及させていただきたいかというと、ベトナム人の犯罪、増長するベトナム人の犯罪に関してはね、かなりまあ日本国内で発生しておりということで、今までも、動画で伝えさせていただいたんだけど、今回また新しくですね、東京足立区のスーパーから米35キロを盗んだとしてベトナム人の男が逮捕されました。まあ他にも別件でね、埼玉千葉で、展開するスーパーで、タラバガニとかお酒を盗んだという罪でね逮捕されたわけだけど、これに関して今回言及させていただきたいと思います。ちなみに先ほどね釣り具屋に行ったんですよ。釣りの竿とかねリールを、まあ、昨日ね生配信の時に短い生配信で伝えさせていただいたんだけど、まあ、ちょっと目を離してる時に、ね、団子を作ってる時にいきなり音がしたと思ったら、もうすでに一瞬だったら見えなかった。相当大きなものが来たってね、3万円ぐらいのリールと竿でちょっと悲しかったですけどね。で、新しいちょっと買おうかなと思って、まあ、同じやつ買うとやっぱりなんか損した気分になるんでね、違うやつか、まあ、同じやつでもちょっと種類が違うやつにしようかなってまあ考えてるんだけど、で釣り具に行ってきたんだけど、先ほど見た時にね、なんか値札がついた状態で竿を持ってっている人がいたんです。で、明らかにレジを通してないなって感じはしたんですよね。で店側に伝えさせていただいて防犯カメラをね確認するように言ったんだけど、とにかくまあそのタグで結局センサーで最近鳴るじゃないですか。あれが鳴らなかったんでちょっと不思議だったんですけど、割と安いやつはそんなつけてないってことだったんで、あ、じゃあそうだよね、値札って基本的にはやっぱり買った時に外すって言ってたんでね、あ、絶対万引きだなと思ったんで、とりあえず防犯カメラで確認してくださいって伝えたんだけど、そういう悪いことをする輩って嫌ですね、ダメですね、本当に犯罪ですからね、そういったところはまあしっかりとしていかないといけないと思うところです。で、その中でベトナム人においてね、例えば北関東においてもね、数多く例えば家畜窃盗であるとか、まあ、果樹とかね、果物が盗まれたりとかね、そういった被害が数多くあります。で、今回はその足立区のスーパーにおいて米35キロを盗んだとして逮捕されたベトナム国籍のチャン・ルオン・エヘウ容疑者27歳ということで、これに関して別のスーパーでもね、やってたということで、スーパーベルクスという千葉や埼玉中心に展開するスーパー系列店10店舗でタラバガニとか酒などを大量に盗まれる被害が起きていたということで、これに関してもこのグループが関与してたということでね、あります。とにかくこの日本、平和な国日本、そして世界的に世界の半分ぐらいの国々に行っている中で、日本という国はやっぱり秩序が保たれている国だなっていうのは実感するんですね。これは私自身がやっぱ海外に出なければわからなかったことが非常に多いんだけど、やはり海外に出て日本の良さ、日本が治安が良いということを実感しています。ただやはりその中でもね、まあ、外国人による犯罪も増しているのも事実であって、ここに関してはしっかりとしていかないといけないかなと思うところです。戦後に関してはね、例えば朝鮮半島出身者が、まあ、21世紀になるまではずっと一番でした。で、その後中国からの労働者が数多く入ってきて、中国の犯罪がね一番になってですね、ここ昨今7、8年においてはね、ベトナム人労働者がかなり増えたことがあって、それによってベトナム人が、外国人犯罪の中で一番多いということで、毎日のように皆さんもねベトナム人による犯罪って聞くと思うんですね。私自身はベトナムに駐在していて、ベトナム人とも一緒に働いていた身ですから、数多く、まあ、ベトナム人と交流してきてね、ベトナム人、自分の友達とかね、今でも付き合いがあるベトナム人に関してはみんないい子たちなんだけど、ただまあやっぱり駐在してた時もそうなんだけどね、ホテル、四つ星のホテルでいきなり盗難あったりとかね、盗まれたりとか、ぼったくりなんていうのも当たり前にあったし、タクシーのねメーターを不正にしたりとかね、そういったところを見るとやっぱり民度が、どうなのかなっていうのは正直思ったんですね。やはり日本人とは少しやっぱ民度が違うっていうのは私自身がね、実感したことであり、まあこれはやっぱり直接ね、数多くのベトナム人と接したりとか見てみないとわからない面もあるのかなっていうのが思うところです。ここ昨今ということで本当に毎日のようにベトナム人多いですよね。で、その中でまあベトナムによる犯罪というここに関してはしっかりと、メスを入れていかないといけないと思うんですね。例えば他の人種、他の国々の人々に関しては犯罪発生率がベトナムより低い国が多いわけですから、ほとんどですからね。その中でまあ外国人労働者ということで、どうしてもやっぱり日本のこのおいてはね、いろんな場面で必要なんですね。例えば工場の生産現場でもそうだし、建築建設現場なんかもそうだしね、例えばコンビニなんかでも人手が足りないと言われている、飲食店なんかも足りないと言われている中でね、やはりその人材として外国人に頼らざるを得ないものもあるんだけど、ただやっぱりあまりにも、犯罪を犯すし、ね、リスクが高い国々からの、労働者受け入れはかなりやっぱりここに関してはね、
少なくしていくっていうことが重要じゃないのかなっていうのは思うところですね。例えばまあ日本なんかだとね、みかんとかが無人販売で割れている、カジノとか無人販売で置かれているお金を入れてください、そういったことをしない、性善説で物を捉えるじゃないですか。それがやっぱりなかなか海外では通じません。だから海外で性善説で物を捉えていると痛い目に遭うというのはね、今までまあ留学中在の海外にいて、そして世界の半分ぐらいの国々を訪れた中では思うことですね。なので、まあ、とにかくこのベトナム人による犯罪というのは数多く起こってます。これからもさらにね、まだまだ起こっていくでしょうけど、しっかりとここに関しては対策を打っていかなければいけないと思うところではあります。ということでね、ベトナム人犯罪ということで今回言及させていただきました。やはりね、非常に真面目な自分です。皆さんもね、真面目な方が非常に多いと思うんだけど、こういったことに関してはやっぱり許してはいけないというのがね、多くの方のご意見じゃない、ほとんどの方のご意見だと思うんだけど、とにかくこういったところを、やっていくために政府、行政機関がね、しっかりと動いていかないといけないかなっていうのを思うところであります。ということで今回ね、言及させていただきました。こういった問題に関してはこれからも言及させていただきたいと思ってますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録いただいてない方はチャンネル登録いただければと思います。ベトナムに関してはしばらく行ってないですけど、まあベトナムもね、また久しぶりに行って、現地よりまた来年になると思うんだけどね、報告させていただければと思ってます。新型コロナ禍でいろいろ大変な世の中ですけどね、その中で現地よりも、発信させていただきますので、楽しみにしていただければと思います。ということで、よろしくお願いいたします。今晩一応9時過ぎからね、9時ちょっと過ぎるかもしれないけど、それからまあ生配信させていただきますので、ぜひともねお越しいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。